内藤洋一郎は日本の実業家、貸ビル業。内藤ビル取締役社長、周遊館同窓会副会長、周遊館柔道クラブ副会長。毎日新聞記者を経て、竹下昇の秘書を務めた内藤武義は三男。漫画家の英気英気や音楽家の醍醐は孫。福岡県福岡市出身。1921年。 福岡県立中学周遊館卒業。学生時代、柔道選手として活躍。1924年、大林組入社。1934年、福岡支店主任所務主任。1940年、京城支店総務部長。1943年、国楽九州合同正規専務取締役就任。1944年、 九州最短新手工業所総務部長。1946年、岩崎組取締役副社長就任。1949年、内藤建設創立取締役社長就任。1950年、県小学校父母教師会連合会結成、会長就任。1951年、日本父母と先生全国協議会理事。 同年圏学校給食推進協議会会,会長。九百六十六年、社名を、内藤ビルに変更。取締役社長に引き続き就任。宗教は新修。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY。日本総合新資録発行所。新日本株式会社。日本秘密探偵局。発行人。南直道。 調査責任者、日本総合探偵者、1971年、196ページ、歴代役員名簿収遊館同窓会、2016年1月15日閲覧。第五、三島幸夫と親戚だった、旧神党、やばいねか雄まは19神党、デイリースポーツ、神戸新聞社、11フェブラリー2020、2020年2月13日、 閲覧、ありがとうございます。